はい、マッチングしました。本日は、ナーバリバトルスメシワールドなんですけども、ヒレオくんが8匹集まったということで、アオリイカバトルをしていきたいと思うんだよね。で、今回、ヒレオくんのコスプレをこう、僕はしてるんですけど、みんなはヒレオくんなんですよ。だから、俺は、ヒレオくんにはなりきれず、ヒレオくんのコスプレをしてます。で、今回はアオリイカ中心の、もう敵のことを倒したら煽ると。なんならもう何もしないだけもこう煽るっていう。こう煽っていくバトルをしていこうかなって思うんですよね。常に煽る。で、ヒレオさん倒しちゃった。ヒレオさん倒しちゃった。このバトルよ。ずっとペチペチしていくバトル。もうこれを縄張りバトルからいろんなルールで、煽られてる。ヒレオさんにペチペチ煽られてるよ。なかなかね、なかなかメンタルもやられるバトルになってきた。なら手も痛い。ちょっと待って、みんなすごい見て。ちょっと待って、一回みんな見て。このペチペチしてるの見て。すごい。みんななんかアブノーマル。これ、俺もこれでいこう。ペチペチしてる。ペチペチしてるぞ。やばい、なんかいる。倒した。下いるよね、これね。これ下いたよ、今。まあ、でもこれで敵陣地行こっか。もうぐちゃぐちゃだよ、何やってるのか。自分でもわかんなくなってるよ。まあ、なんかいる。味方頑張れ。味方頑張れ。あ、倒した。あ、俺煽ってくる。あ、味方やられた。やばい、なんか来てるよ。あ、OK、倒した。あ、後ろからやられた。もう、なんだこれ。何これ。なんか、戦いよりこの煽りの方が大事。8割煽りになります。まあ、塗りつつ縄張っていきましょう。そんな、煽りながら塗るのね、プライベートマッチしかできないから、なんなら煽ってここ登れないっち。壁が、おい、煽ってた壁登れ。あ、なんかいる。なんかいるぞ。煽りながら倒した。あ、なんかいる。なんかいるぞ、これ。おい。何やってんだ、お前は。なんか持ってる。おい。無事のち、なんか投げてきた。危ない。なんかいる。ちょっと怖いから逃げる。怖いから逃げよう。やばい、めっちゃ狙われてる。ああ、もう逃げ切れないやん、こんなん。おい、キル画面で煽ってるな。ヒレオくん、キル画面で煽ってるよ。最後塗っとこう。ほら、煽れて最後落ちとこう。これ、ナメプだな。あ、なんかジグ入ってきてる。ぐっちゃぐちゃだったよ。あ、勝った。ありがとうございました。ヒレオくんが集まるとこうなるよな。マジで。ヒレオだけだとこうなるってすごいよな。はい、間違えしました。ザトーマーケットガチホコバトル、いや、ガチ、煽りバトルしていきたいと思います。今回はいろんなルールでやっていこうと思うんですけど、ちょっと笑いすぎて、頬が痛いです。で、今回、煽れるように、この武器を持ってきました。ノーティラス。普段あんまり使わないくせに、こういう煽りって時だけに使うっていう。見てこの、動き方。見てこのぐちゃぐちゃな。待って、ここ奪われてる。倒しちゃおう。オッケー。大丈夫。痛い。なんかいる。これで行くしかない。これで行く。なんかいるぞ。ヒレオさんでね、あれ。これでどんどん前出てるだけなのに気づいてるかな。もうね、ぐちゃぐちゃないよ、この。俺、撃たなくてもできたのか。映像強い。そいつ、待って。あー、やばい、助けて。あー、助けて。あー、生きてる。潜伏できないっていうね。なんかいる。
なんか、ここ行っちゃう。この煽りながらじゃ、無理、追いつかない。追いつかないって。なんかいる。ああ、強い、待って。本当に難しいな、煽りながらって。普通、あれだよね。キルした後に煽るよね。このバトルはね、キルしなくても煽るから。なんか、新しいよな。なることなすすべ、すべてが新しいよな。見てこの煽りかしながら来てる。何もできた俺だって可愛いもんなんか。ねえ。こんな何もできないよ。ロボット。可愛いよ今の。ちょ、俺もやりたいな。おもちゃ、これで進めよう。僕は危ない。これで進めるわ。ああ、ヒレオさん。ヒレオさん強いんだよな。本当に。これ頑張って近づこう。芋虫みたい。皆さんこれ、プライベートマッチでふざけてやってるだけなので、真似しないようにしてください。これだけは真似しないようにしてください。お願いします。仲間と、友達とやるときだけやりましょうね、皆さんね。出ないとね、批判とかもあると思うんです。ことにやってる俺が怒られちゃうが怖いんで。必死。すべて必死。これ。あー、危ない。待って、保護ショット強い。この保護ショット止めたいけど。待て、マジで危険。上から狙える？持てるかな？持てるこれ。持ちたい。持った。持ったぞ。ゆっくり行こう。じゃあゆっくり行こう。ヒレオくんってさ、何もしなくても煽りなの、わかるみんな。顔が煽りなの。だから、ああこれで、立ってるだけでも、煽りなの。普通に打ちて、だんだん普通に打ちたくなってきた。見てこのゴーニーガーの自分のシールドのとこで。死んでる。自分のシールドのとこでやってるよ。もうちょっと行こう。もうプライベートマッチだから行こう。ああイリオさんのボムか。ちょっと見てみるか。ちょっと、何やってるか分かんないから見てみよう。なんかぐちゃぐちゃだね、あれね。一回見よっか、分かってるし。何してんだ、みんな。結構必死になってね。最初煽ってたと思いきや、なんかみんなガチでやってね。これでね、いいんですけどね。センサー開けとく。あー、ガチになってるよ。ガチってる。じゃあ、やっちゃう。じゃあ、近づいてるよ。あの子はもう、煽ることに関してはもう、トップだね。ああ何それ。それ当たるんだ。でもこれ、守れば勝てるぞ。守れば勝てるよ。ここの前で立っててみるか。どうなるんだ、これは。そう、さっき言おうと思ってたんだけどさ、ヒレオくんってさ、何もしなくても煽りなのよ。立ってるだけで、煽りになる確率がある。これ。敵が取る前に取る。俺生きてた。相手が取る前に取るという。めっちゃいい作戦だったね、今。ありがとうございました。はい、マッチングしました。アジフライスタジアムガチエリアです。よろしくお願いします。めちゃくちゃトイレ行きたい。めっちゃトイレ行きたい。もうすげえ我慢してるんですけど、終わるまで行けない。で、さっき、なんか煽りがぎこちなくなって、なんか変になっちゃったから、あ、めっちゃくるぞ。ごめん、めっちゃくるぞ。で、倒したら、キルした後に、煽るっていうことになりました。常に煽るっていうのをやってたんだけど、今度キルしたら煽るっていう感じで、行こうかなと思います。頑張りましょう。お、なんか誰か倒したけど、これアシストだから関係なしか。あ、倒した。ここで、こうやって倒したら、見て、この、なんだろう、俺、炭酸ボム振ってるだけで煽りに見える。まあ、ヒレオくんイコール煽りっていうのはね、最近ないよね。昔はさ、ヒレオくんって顔が煽ってるなとか、言われてたんだけど、
今となっちゃ、ヒデオくんって、可愛いよね。って言われる方が、多いんじゃないかなって俺思うんだよね。でも煽ります。でも、それでも煽ります。待て。オッケー、倒した。倒して煽る。この、炭酸ボムを振ることによって、煽ったことになるんですよ。危ない。待って、死ぬ、これやられちゃった、煽られちゃった。悔しい。あ、でもこれストレス来るな。気力可愛いけど、煽り来たら、ちょっとイライラするわ、この。はーい、待って。当たりました、やった。あ、煽ってこう。オッケー。うじょー。危ない、えぐい。もう着地入れちゃおう。そっちか。危ない。倒した。俺の、見て、この肘。何煽り。あ、でもそのバブル怖い。バブルエグい、これ。ナイスリード。なんかいっぱいいる。あ、撃ち抜いちゃった。ここたくさんいるね。味方めっちゃ頑張っとるな。すげえ頑張っておるぞ。あ、てか、ユリアのカウントがずっと進んでる。ラッキー。これでも塗られちゃうな、まずい。オッケー、ナイス。エリア確保、いける。あ、倒した、これ、俺の、炭酸煽りをしておきます。来るか？撃ちそうだな。ここ押さえてたら勝てるから、押さえたい。来るんじゃねえ。押さえさせてくれ。あ、勝った。あ、でもこっちの方がいいかもね。なんかずっと、ね、ペチペチしてるのもなんかね、倒しなくなくなっちゃうからね。ありがとうございました。はい、マッチングしました。ガチヤグラです。よろしくお願いします。ということで、次のルーラーヤグラなので、なんだっけ、驚き、これなんだっけ、あ、なんだっけ、赤いスイートピーじゃない、いや、青い、あ、なんなら青い、いや、青いサンゴ礁じゃなくて、なんだっけ、それは松田聖子、違う、青い、スパッタリ、スイートピーとスパッタリが、混じっちゃったな。次はね、ま、てか、ヤグラ関係ないっすね、もう。あ、オッケー、倒した。雨、ポイント。もう、ヤグラは関係なく。行け、雨、俺の雨。行け。あー、当たんない。あ、射程長いね。あはは、売られた、悔しい。でも、ヤグラ頑張って進めてくれてるから、飛ぼう。うおー、びっくり。俺のこのスパッタリどう？危ない！めっちゃ危ない。しかし、俺耐えたよ。倒した。待って、煽りたいのに煽れない。全然煽れなかった。もう前に出るしかなかったね、今ね。代わりにここで、ちょっと、アウト。なんかこんなことしてる場合じゃん。本当にこんなことしてる場合じゃないんよ。ヤグラを進めなきゃいけないのよ、普通はね。回しちゃって、いや、って投げようか。なんかいる。オッケー、倒した。ぴょんぴょんしておけば、煽りっぽくなるかな。待って、ヤグラ乗れない。ヤグラ乗れない。見てこれ。味方ごめんね。みんなもこれプラメだけだろうね。プラメだけだろう。危ない。もう早くヤグラ終わらせたい。どうした。もう早くヤグラ終わらせたいよ、俺。あー、ヤグラいっちゃってる。あ、うますぎる、それ。ヤグラバイバイ。ヒデオさん頑張って乗ってる。すごいな、みんな。結構必死だな、ほんとに。あ、すごい。あ、ぐちゃ。待って、そこ、絶対切る。あ、オッケー。でも俺のキルじゃないの、これね。とりあえず、奪って。やばい。吸盤ボムやばい。待って、助けて、なんかいっぱいいる。オッケー。あー、倒した。いっぱい倒した。ぴょんぴょんしとこう。はい、で。
あ、終わった、よかった。なんなんだよ、このバトルは。本当に真似しないでほしい。やっちゃいけない、あの、遊びかもしれない。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。最後、ガチアサリなんですけども、もうなんか、ぐちゃぐちゃなので、和解しようかなと思いまして。和解しましょう、皆さん。皆さん、和解しましょう。ヒレオくんたち、和解しましょう。みんなで、ゆっくり行こう。みんなでアサリ入れよう。和解しよう、みんな。必死になってるぞ。オッケー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 。気づいた、気づいた。うちのチーム気づいたな。うちのチーム気づいたね。あ、相手チームも。ナイス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 。よしよしよし、いっぱい来てる。オッケー。和解しよう、みんな。なんか、やっぱ、煽ってるだけじゃなくて、仲直りも大事かなって思ったから、最後、仲直りしましょう、みんなで。あ、よかった。さっきまで煽ってた、ヒデオくんたち、みんな、仲良くなったんじゃないかなって。アサリ分け合って、仲良くなったんじゃないかなって、思います。ね、ヒデオさん。ヒデオさんも、みんな、仲良くしたいって言ってるよ。ヒデオさん。ほら。ヒデオさん？ヒデオさん、みんなと仲良くするの嫌なの？どうしたろう？さっき煽られたの根に持ってんのもしかして。おい、ひでおくん。心配だな、ほら、心配があっちゃってるよ。徐々にさ、徐々に溝を埋めていこう。仲良くなるのは時間かかるけど、仲悪くなるのは一瞬らしいから、ひでおくんは、煽り以下でちょっと傷ついちゃったみたいだ。だから、ゆっくり、ゆっくりほら、近づいて溝を埋めていこう。そう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 。そうそうそう。なんで離れるんだ。あっちからひでおが来たらなんで離れるんだ。距離詰められるのは嫌なんだね。距離を近づけるのはできるけど、距離詰められるのは苦手なんだ、ヒリオくん。落ちちゃった！